ミニドラマ、お客様と店長のロマンチックモーニング第191話。店長さん、おはよう。いよいよオリンピックが始まったわね。お客様、おはようございます。オリンピックでございますね。ところで店長さんはローラ・エリザベス・インガルス・ワイルダーをご存知かしら？はい。ローラ・エリザベス・インガルス・ワイルダーよ。お客様。店長さん。お客様。店長さん。お客様。店長さん。知らないのね。アメリカ合衆国の有名な小説家、ローラ・エリザベス・インガルス・ワイルダーを知らないというのね。カニ座生まれの店長さん、横歩きばかりじゃいつまでたっても浦上川沿いにしか歩けなくてよ。今日は右岸、それとも左岸かしら。向こう岸に渡れるのはいつなの？ひょっとして大草原の小さな家の。ポンピンポンピン、その通りよ。ローラ・エリザベス・インガルス・ワイルダーが書いたインガルス一家の物語はアメリカ NBC テレビで大草原の小さな家として放送され、日本でも大人気になったのよ。やはりそのローラーでしたか。つまり今日はお誕生日で。パンピンパンピンパンパンピン、その通りよ。ローラ・エリザベス・インガルス・ワイルダーは1867年2月7日アメリカ合衆国ウィスコンシン州ペピン生まれよ。水が目指ってことね。じゃね。お客様どちらへ？浦上川に砂ぬりが出るらしいから見に行ってくる。そっちは逆方向ですよ。分かってないわね。砂ぬりを見に行くのに手ぶれじゃいけないでしょ。手土産が必要よ。ステーキとか食べるかしら。やっぱ海の生き物だからイカ焼きとか。じゃね。ステーキ肉もイカもこのお店で売ってますよ。じゃなくって野生動物に餌をやらないでください。いやね、ローラが1867年生まれってことは、日本でいうと江戸時代から明治に変わっていく頃生まれてるわけですよね。そうですか。だから大草原の小さな家のあの家族、あの暮らしぶりって日本でいうと明治時代ぐらいだったんだなぁと改めて思うわけですね。そうか、その後日本ではかまど炭治郎くんとかが鬼退治を頑張るわけですけれども大正時代に入ってね。そうですね。いや、なんかアメリカってやっぱ近代的だったんだなって思います。なんかね、大草原の小さな家を見てましたよ。あのお父さんって理想のお父さん像ですよね。お父さん像って言ってもあのエレファントの像ではなくてイメージの方小僧とかじゃなくてね。そうね、お父さん像。何の話だっけ終わりましょうか、ね、あなたですよ、断片してるの。おとしいわね。びっくりしたぞ。はい、それでは皆様、明日も朝から